出したらまたしっかりまたい出すまたぐ。レッツキックス、オーズキックスチャンネルです。今回お届けするスキルは、本当にこのチャンネル開設した当初やったおこちゃダンスを、カッコ回というか改造版ではないんですけれども、改めて伝えたいなと思いまして、今日動画を撮っております。まあ今新春のフットサル大会っていうことでね、八王子は一応フットサルの業界はね盛り上がっているわけなんですけれども、そこで YouTube 用に頑張ってきた僕のおこちゃダンスをご覧ください。どうぞ。はい、ということで今見ていただいたと思うんですけど、全力でやったおこちゃダンスがあれです。ちょっと今撮影中、今見てないんだけど、多分それ心がけてやってるはずの動画なんで、多分大丈夫かな。それを皆さん今見ていただいた動画を、解説したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。やっと先に見とけよって話だね。ということで今ね、映像確認しました。確認しといてよかったわ。確認しないままやってたら映像と説明違うじゃんってなってましたけど、やっぱりね、説明したいことを実際やってましたね。まあでもこれ心がければ本当に一撃必殺になると思うんで、今ちょっと解説しますね。じゃあ過去に上がってるおこちゃダンスもぜひ皆さん見てください。その時とね、また説明が少し違うのかもしれないんで、カッコ回みたいな感じで極意シリーズで紹介します。またこちらからボールをもらって、まずコントロールしました。ポイント1、相手に向かって仕掛ける。ポイント2、進みたい進行方向にボールを出す。ポイント3、それと同時にまたぐんですけど、同時にまたいでっていうと、こういう風になんていうの、ぬめっていう感じで浅く踏み込んじゃう人が結構多いんですよ、おこちゃダンスなんですけど。同時に回すんだけど、転がし回しっていう風にちょっとね、時間を使ってやるとしっかり引っかかってくれます、相手がね。こういう感じではなくて、転がしてこっちが引いて前に進む。相手に仕掛ける、進行方向にボール出す、またぐでシュート。相手に向かって仕掛ける、自分が最後シュート打ちたいところにボール出す、出したらまたぐ、しっかりまたいでシュート2。じゃあカメラを相手としてちょっとやります。いきます。でこりゃ引っかかるわな。もう一回いきます。っていう感じです。はい、ということで、まあ、短めの動画になりましたけど、昔出てたおこちゃダンスはもう少し細かく解説してると思うんですけど、新たに説明プラスしてるところもあるんで、両方見てください。相手に仕掛けて、そして進行方向に転がして、そして体はしっかり中に入って、浅くじゃないですよ、ヌメヌメっていう感じじゃなくて、しっかり中入る。でしっかり中入らないと、まあフェイント何でもそうですけど、そのボールを追いたくて浅く入っちゃうと何にも引っかからないから、その進行方向にボールどうしようじゃなくて、そのボールはもうそのボールで行っちゃってて、自分もしっかり体入る、自信持って相手を引っ掛けて、またそのボールを追いに行くような感覚でやらないと本当に引っかからないんで、ぜひこだわってやってみてください。ということで、チャンネル登録、グッドボタン、そして、おこちゃダンスに対しての質問など、おこちゃダンス先生なんで、おこちゃダンス先生にいろいろ聞いてください。ぜひ、コメント待っておりますんで、チャンネル登録もね、最近少しずつ増えてきてますから、はい、ありがとうございます。ではさよなら。